LINE スタンプにハーモニカのワンフレーズを添えてメッセージを送ってみたいと思います。はい、ではまずスタンプを選んでみましょう。はい、私はアニメのキャラクターが好きなので、ゲゲゲの鬼太郎を送ってみました。はい。で、ここに添えるメッセージですが、ここにマイクのね、アイコンがあります。ここを押していただくと、はい、こうして録音の画面が、立ち上がります。で、押してる間が録音になります。はい、送りました。はい、こんな感じです。これでもう、ワンフレーズのメッセージが相手に送られたことになります。はい、今度は、ハモニカフェのオリジナルスタンプ。こんなの送ってみましょう。はい、お疲れ様。ね。まず操作画面を出して、はい、録音します。お疲れ様。はい、こんな感じのメッセージを送れました。はい、外に来ました。さっき、スタンプにワンフレーズ添えて送ったのを今度は写真でやってみたいと思います。まあ、川がいい感じだなという文章を送ります。はい、文章を送りました。そして、写真。あそこら辺がね、綺麗ですよね。はい、写真を撮りました。はい、写真を送りました。今、メッセージと写真を送ったわけです。ここまでは今までの LINE と同じです。ハーモニカでワンフレーズを添えたいと思います。川の感じ。さーっと。はい、これで、メッセージと写真とワンフレーズが向こうに行ったわけです。片手でスマホを操作しながら片手だけで弾けるハーモニカならではの遊びなんで、ぜひお試しください。